どうもよしです、今日もクラッシュロワイヤルの解説動画上げていきたいと思います。使っていくデッキはですね、こちらの、確かだいぶ前の動画で紹介したと思うんですけど、SMG ゾディアックという、プロの、人がですね使ってるデッキですね。こちらをちょっとそうですね、エリゴリチンパンデッキ使ってて、ちょっとトロが停滞してて、でこのデッキに変えたらまさかの8連勝といったような感じですね。今日はこちらのデッキを解説していきたいと思います。そうですね、サンクラ折ってるところは TikTok とかで結構載せてると思うので、今日は、サンクラ折ってないところの対戦を解説していきたいと思います。そうですね、このデッキはペッカディガポイの、ウォールブレイカーとゴールドナイトが入ってるデッキですね。このデッキはちょっと正直自分も当たったことなかったので、ただその前半はやっぱそのペッカに対してこっちはきついので、やっぱり一倍はそのペッカに対していかにどう、うまいこと守れるかが重要になってくると思います。そうですね、このベビドラがそうですね、ペッカの方に反応してくれたのは結構大きかったのかなと思います。もし仮に反応してなくてもうペッカの体力があったら、またもう1枚裂かないといけないので、そうなったら結構きついので、これは結構良かったのかなと思います。ここウォールブレイカー来たんですけど、ここはちょっと美味しく、キング起動しました。やっぱりその通す相手からして、そのデッキを通す部分がウォールブレイカーと、ディガーですねぐらいしかないので、結構デッキの相性的にはすごいいいと思います。確かにその前半戦はすごいきついんですけど、その後半、2倍タイムになればもうその形勢はかなり逆転すると思うので、やっぱり最初の1倍タイムはもうしっかり耐えてで、2倍タイムになって一気にタワーを折っていくっていうような感じですね。そうですね、もうこのペッカが正直やっぱきついので、これに対して、いかにどう省エネで守れるかが大事になってきます。過剰に防衛するのもいいんですけど、防衛しすぎてもあんまり良くないので、結構これはいい感じのカウンターなのかなと思います。この左のウォールブレーカーは無視して、そうですね、これは結構いい感じなのかなと思います。確かにタワーは折れなかったんですけど、こっちファイアボール持ってるんで、最悪ファイアボール2周回したりとかで、あとお相手さんはその、建物がないので、結構その端前、エリゴレ、つけても結構相手からしたらプレッシャーになるので、これは結構、おすすめです。建物あるデッキに対してはあんまりちょっとしない方がいいんですけど、仮に建物あるデッキとかだったらファイアボール2周回した方が、いいと思います。そうですね、これも、トルネード正直いらなかったですね。これもちょっと過剰に守っちゃったんですけど、このエリゴレに対しても相手はもう完封はできないので、これで GG といった感じになります。そうですね、デッキの相性的にはすごい良かったです。やっぱりこういう相性いいデッキに対してちゃんと勝てるように、した方がいいと思います。で次は、ペッカホグですね。ただちょっと工場ババリアンと似てるような感じなので、そのサブユニットが、結構ペッカホグなので、こっちとしてもそのトルネードあってキング起動とかもやっぱりしやすいので、しかも呪文もポイズンザップなので、エリゴレが、ヒーラーの回復で通しやすいといったような感じですね。でこのホグ飛ばされたんですけど、正直トルネードなかったので、これは正直痛かったです。ここポイズン相手使っちゃったんですよね。なんで結構このババ小屋は美味しく立てれたと思います。
まあ、そうですね、基本的にはまあそのまあ同じ感じですね。1倍タイムまではまあしっかりこう粘って、まあ、ペッカー相手なので、まあ、1倍タイムで形組んでも正直あの簡単に処理されちゃうと思うので、まあ、やっぱり2倍タイムですね。はい。でまあマジックアーチャーにはもうファイアーボールといったような感じで、もう延命されたらもうあの最悪なので、そうですね、もうあのもう延命させるんだったらどうせもう、はい、もうファイアボールった方がもう手っ取り早いと思います。ここお相手さん結構積極的にポイズン打ってきてるので、まあただあの正直言って、まあ、このポイズンがすごい嫌かというと、まあ、別に全然そうで、そういうことでもないと思うので、まあ、なかなかそうですね、はい、結構ちょこのあのペッカの一撃も正直痛かったですね。あのヒースピでターゲット取れたかったんですけど、ちょっとあのはいミスってしまいました。でまあ2倍タイムになったので、まあそうですね、もうこれはあのもうカウンター思いっきりつなげましたね。正直こうなるともうあの厳しいと思うんですね、やっぱお相手さんからしたら。そうですね、はい、もう多分何もできないので、これはホグ飛ばされようが、もうこっちはもうキングあの降りに行く形取るので、そうですね、もうちょっとこれは、はい、GG ですね。なかなかもうこれはあの守れないです、やっぱり。しかもあの呪文がポイズンなので、もうあのもうそうですね、はい、結構その処理するのにも時間がかかってしまうんですね。っていった感じで、はい、この試合も勝つことができました。次は、新鋭隊バルーンの、ライトニングのデッキですね。結構ライトニング入ってるんで、まあ、きついと思われます。しかもその新鋭隊も入ってるんできついと思われがちなんですけど、やっぱりあのこのババガイのエディゴルデッキはその、まあ、レイジとか入ってないので、まあ、ユニットでガンガン押すデッキなので、もうあのライトニングの飛来心が勝手にできちゃうって感じになります。まあ、最初はもうこれは結構あの飛ばすと思うので、まあ、そうですね、あの結構あバルーン出してきたんですね、ごめんなさい。バルーン出してきたんですけど、はい、これはキング起動しようかなと思ったんですけど、まあ、結構ベビドラで体力削ってたんでちょっとする勇気がなかったですね。まあ、結構その空中もそのインドラとかアーチャーなので、まあ、こっちとしても正直あの全然嫌ではなかったですね。まあ、ただライトニング相手持ってたので、まあ、これはちょっと正直、はい、驚きましたね。まあうまいこと最小限に抑えて、はい、ユニットそうですね守りましたね。まあ、これバルーン来るんですけど、そうですね、正直これはめちゃくちゃ美味しかったと思います。でここでもうエディゴレを出して形を組んでいくといったような感じですね。でもライトニング持ってるのでライドラー出した後には絶対にエリゴレもさあの、はい、すぐ出して、そうですね、いい感じですね。これはもうこれはもう付け足すだけです。もうあとはそうですね、もうこうなると、まあ、キング降りがちだと思ったんですけど、
まあなんせその地上のユニットがヒーラーのみだったので、まあ回復量は確かにすごいんですけど、まああまりそのゴリ押しする力っていうのは、はい、正直ないので、まあそうですね、まあ勝ったんですけど、まあキングまでは折れないですね。やっぱりエリートバーバリアンとか入ったらちょっと話は変わってくるんですけど、そうですね。じゃあ最後はこの、スケキンスケラ、こちらのデッキですね。まあ、これもポイズンなので結構相性的には、はい、いいかなと思います。しかもスケラデッキは基本2倍タイムに動くんで、まあ、こっちも2倍タイムで動きやすいっていった感じなので、まあ全体的な相性で言えばこっちの方が有利になります。あ、もうこの時点でまあ、あスケラだなっていうのはもう大体予想できましたね。まあ、ただ遅延スケラなのかなと思ったんですけど、まあ、全然はい、そうじゃなかったですね。まあ、遅延スケラの方がまあ結構ユニット残りやすいので結構美味しいんですけど、まあ別にそうですね、エレクトロウィザードとか、まあ、インドラでもまああまり変わらないかなといった感じですね。ただ上手い人の遅延スケラだとやっぱりアイスウィザード永遠に延命されてもう勝てないので、まあでも同じトロタイとかだったら結構その遅延スケラは美味しいです。結構グランドチャレンジとかでその何ですかね、まあ、遅延スケラの方と当たったりっていう経験もあったんですけど、相手が8000とかのトロフィーだったらまあその相性のあれでサンクラ折ったりするんですけど、まあ、逆に負けたこともあるんですね。まあ普通、まあ普通からしたら普通まあ負けないんですけど、まあ、ただやっぱり相手が8000ということで、はい、アイスウィザードを永遠に延命されたりしてやられた記憶があります。まあ、そうですね、ちょっとこれ安易にライドラ出してしまったので左側スケラが刺さっちゃったっていった感じですね。これはちょっとまあ、ちょっと単発的な行動だったのかなと思います。まあ、ただ2倍になれば、まあ、こっちもそのババ小屋を置いて結構ユニットも活かせるので、まあ、状況的には全然問題ないですね。まあ、結構後半でこう出してくるんですけど、正直これは美味しかったのかなといった感じですね。まあ、インドラも後ろから出してきて、でそれでまあこっちもライドラで合わせてといった感じですね。でもこれまとめてファイアボールで打ってしまいます。まあ、許容するのはもうベビドラだけで、はい、十分だと思います。これ結構美味しかったですね。もうこれはもうユニットゴリ押しでいきました。もう墓石が結構高めに出たんで、もうそれで結構こっちとしては美味しかったですね。もうこれちょっとライドラにターゲット行ってしまったのがすごい痛かったんですよね。もうこれはちょっと、はい、痛かったですね。まあ、ただいい感じにダメージも入ってくれたの でしかもこれファイアーボール圏内で、まあ、これでゲームセットといった感じですね。まあ、これはちょっと運が良かったです。まあ、相性いいのにもかかわらず結構自分のミスが目立った試合なのかなといった感じですね。はい、今日の動画は以上になります。まあ、結構エリゴリチンパンデッキもいいんですけど、まあ、例えばの話、まあ、沼った場合とか、まあ、そういった場合は結構こういったデッキ使ってちゃんと2倍タイムまで待ってやれば結構安定して勝つのかなと思うので、皆さんもぜひ使ってみてください。今日はご視聴ありがとうございました。